それでは早速作っていきましょう。まずボウルに木綿豆腐 50g、 塩 3g、 そして米粉を 100g 加えます。そしたら豆乳を 70ml 加えます。今回の味の決め手である黒ごまを大さじ1加えたら、スプーンで豆腐を崩しながら混ぜていきます。こんな感じでスプーンの裏を使って練り混ぜながら生地をひとまとめにしていきます。これで生地の完成です。簡単でしょ。そしたらこれを半分に分けて、卵の形に成形していきます。ザクザクした食感を楽しみたい方は厚さを薄めにして伸ばします。ちょっともちもち感を楽しみたいっていう方はちょっと厚めに成形してあげると良いですよ。クッキングシートごとフライパンに乗せて、ごく弱火で10分焼いていきます。じゃじゃーん。そしたらヘラでひっくり返して、さらに10分焼いていきます。はい、これで完成です。30分もあれば作れてしまいます。外はパリパリ、中はもっちりと仕上がります。ぜひ熱々を召し上がってください。それでは手を合わせていただきます。この香ばしいごまの香りとこのザクザクしたハードな食感が本当にたまらんのです。素朴だけどこのやみつきになる味わい、ぜひお楽しみください。以上、あゆずクッキングでした。